4万4千円負けた日の2日後です。あれから何も食ってません。2日ぶりに、あの時のてんやぶりに、つまみとかは食ってるけどね、それ以外ほんと食ってません。2日ぶりにちゃんと食います。いただいたこれ、それとね、賞味期限1週間前の粗挽きポークウインナーも一緒に入れちゃおう。一石二鳥。あと、賞味期限3日前ぐらいの卵、もう大丈夫かな。ちょっとこれだけ取り出します。お酢を弱めて、剥がれた。はい、すごい嫌だこれ。嫌な感じになっちゃった。嫌な感じ。完成。2日ぶりのちゃんとした飯いただきます。まあまず普通にカレー、この1週間前の大丈夫かな。全然うまいな。問題はこいつですよね。いきます。やばい。かん、あーあーあー、もうぐちゃぐちゃだ、ぐちゃぐちゃだ。今日だ。いいっすよね、濃いもの食った後の一服、最高だ。最近4時になったんですよ、多分ね。すごいなんかしこりみたいな、
で座るとちょっと痛い、力入れるとちょっと痛い、ちょうどカレー食ったということで言っときましたけど、うまいね。でも多分腹壊すね。最後の一口の卵の最後の一口だけなんか変な味したから多分腹壊す。つまみ作ってきます。賞味期限切れ、はい、やっていきます。まずは卵、Oh my god、 まあ適当でいいか、こんなもんで。ここである程度火をね入れとかないともう腹やられちゃうんで、お、こんなにこのぐらいでいいよ、うん、こんぐらいでいい。塩コショウ、ここにこれをぶちまける。ぶちまけすぎだな。まあ、安定のウェイパー。こんぐらい。で、ここに卵。戻す。戻し卵。でちょっとからしを、ラー油、ブラックペッパー、ちょっと味大丈夫かな。ってことで助かります。です。もう本当の生ビール飲めるのあと何回だ。もうね、貯金がね30万円切ってまして、今月の家賃、もう5万2千円払いに行けなくちゃいけないのと、あと今月のクレカ12万、それ払ったらもうほぼないですね、うん、まあ頑張っても8月いっぱいですかね、俺がここにいられるのは。いただきます。噛み締めろ。めちゃくちゃうまい。最強ですよ。やばくないこれ。うん、ちょっともう耐えられません。ういういえ、うわ、何しら。いただきます。
めちゃくちゃうまい。フィルターの種類が違うのか葉っぱが違うのか分かんないけど、ブライト1ミリの方が全然うまいわ。なんでだこれ、うん、ちゃんとブライトライトの前吸ってたやつの味するもん。ちなみに前吸ってたやつはもう販売中止になっちゃったんですよ。何が違うの。うん、うまいわ。うわ、もう1ミリだ。1ミリの、フィルターを3分の1切るとブライトライトになります。うまい。うん、この後味がね出ないんだよね、あのロングのやつだと。うん、これミニストップのペンネとベーコンのおつまみサラダ、これめちゃくちゃ美味しいです。イボジが痛い。いやこれね、最近っていうかちょっと前からね、ずーっとこの切れ字ウイスキーも買えねえよ。あー、ウイスキーも買えねえよ。そんな金ねえって。もうただワンピースの映画見に行くぞ。うん、明後日もね、なんか渋谷のワンピースコレクションみたいななんか展示会があるんですけど、それ行きます。うん、久しぶりに渋谷行きます。それはもうほぼ無料、300円。まあ普通に食べていこう。うん、めちゃくちゃうまいから。うん、なんかすごい濃厚なんだよね。チーズの濃厚さかな。これ少し多分チーズ風味って書いてあるね。うん、めちゃくちゃ美味しいから。明日パチンコ行こう。1パチだよ。もうあと1週間でこの海生活も終わりますから。いやー本当にこのね、海の流れでこう波でこうリセットする時期に勝負しちゃダメなんだよ。いろいろパチンコ教えてもらえるわ。流れ悪い時にあがいてもどうしようもない。流れ悪い時はじっくりじっくりその流れが悪い状態を抜けるまで待たなくちゃいけないんだ。なのに俺は行っちゃった。だから負けた。7月あと1週間しっかり1パチだけで、1日に使えるちょうどま分だけでパチンコ健康的にね、パチンコ健康的に、パチンコ健康的に。